はい、お疲れさんです。はい、今日は32回って言ってましたけど、先週あの第30回の国家試験の生活支援技術やってないんだよね。やってないんですよ。これ先やりますね。その後32回に行きます。はい、生活支援技術のまああの解き方っていうか、どうやって答え出していくのか、これで確認していくんだけど、全部で何問ありますか？違うで、26問あるの。26問ね。26問で、ここが一番皆さんが分かりやすい科目なんですよ、ね、勉強しなくても知ってることも多いしね。いいですか？でこれ 60% って言ったら何点ですか？16点取れば 60% なんだけど、でも皆さんはここの26問一番簡単なので、もう20点絶対目指しましょうと。これね、いつも言ってるよね。ね、全部で 60% 取れば大体合格するんだけど、この科目だけは問題も多くて点が取りやすいから、それ以上4点ぐらいプラスして20点目標にする。そしたら他の 60% 取ったらもう余裕で合格するね。いいですか？20点目指すんですよ。26問のうち20問正解を目指します。で今回の模擬試験もね、やっぱりできる人は20点以上取ってますよ、何人も。だからできるんだよね。はい、じゃあ第30回の生活支援技術ちょっと確認しましょう。どんな問題だったかで、皆さんどうやって間違っていったか、違うか答えを出していったかね。はい、35番、問題35番、これは何ですかって言ったら、B さんは夫と暮らしていますよって、 B さんは持病があります。おう。で夫は脳梗塞があって軽い右肩麻痺、そんな2人のところにホームヘルプサービスね、訪問介護がありますよ。で B さん、利用者さんは死ぬならこの家でと2人で話してる。要は2人で、病院じゃなくてね、施設じゃなくてね、家でずっといたいと、この家で死にたいと思っていたけど、でもいつまで2人で暮らせるのかなって、まあ、老老介護ですね、これ。老老介護。わかります？老老介護。お年寄りがお年寄りを介護してる。はい。で、そういう話を聞いた、この家で死にたいと思っていたけど、いつまで2人で暮らせるかと訪問介護員にそういう話をしてきたんだって。皆さんだったらどう言いますか？頑張って最後までこの家にいて死にましょうっていう。そうですね、そうですね、まあそうですね、もういいよね、共感するのね。はい、でこの5つから1つ選びなさいって言うんですけど、あ、ご夫婦ね、2人で入居できる施設を探しましょうって、こう施設入所って、これコツだよね、もう罰でね、こういう声かけないよって。便利な道具がいろいろありますから使ってみましょう、これよく分かりませんね。どなたかご家族と同居できるといいですねって、同居できたら同居してるよね。これきついこと言っちゃダメ。いざとなれば病院に入院しましょう。これも近いですね、施設入所とね。で何か心配なことが終わりなんですねっていうのは、心配なんですねっていうのは共感だよね、これまさに。そうなんですか、そうなんですよねってね、そうですねって、心配なんですねって、
まさにこれ共感的な対応を声かけしてるから丸です。こういうの絶対間違ったらダメよ。しっかり読んだらもうこれしかないのね。いいですか中村さんね、優しいでしょ。心配なんですよねって、一緒のことね、心配なんですよね、心配なことが終わりなんですねって。はい、で1点取れたでしょはい、介護老人福祉施設特養における居室の環境整備、どういう居室がいいですか、環境がいいですか。利用者が使い慣れた家具を置く、もうこれ読んだらあこれだろうなってピンとくる、くるよね。 OK、 くる特に認知症の人って環境が変わったら良くないでしょ。でグループホームなんてのできるだけその、まあ施設もそうだけど、同じ家具持っていけるんだったら持っていく、同じ家具を持っていけなかったらいつも置いてたその写真とかね、ちっちゃい小物できるだけこう持っていって前と同じようにするんね。だから環境が変わらなくていいわけ。やっぱ読んだらああもうこれだろうなとこうすぐピンとくる。まあ、あと読んだら居室のドア開けたままにしておくってのプライバシーでしょ。時計は天井に近い壁にかける、全然意味が分かりません居室の温度は介護福祉職の感覚に基づいて調整する、これコツだよね。介護福祉職の判断でとか介護福祉職の感覚に基づいて、これコツです。ダメなのね。多焼室大部屋4人部屋とかね、多焼室は入り口から室内が見通せるように家具を配置する室内見通したらプライバシーないじゃないですか。あやっぱりこれだよねってね。これで2点目でしょ、取るでしょ全然問題なく、もうあ生活支援技術簡単だって言ってこう気持ちよくスタートできる、いいはい。で3つ目いきます。はい、利用者の自宅の清掃掃除、掃除って女の人得意でしょ。男の人はね難しいのよ、あんまり家で掃除しないから。皆さんは得意です。そしたらこれ読んでいったらこれ知ってます、日本の常識。畳は畳の目に沿って拭く、まあ、履くのもそうだしね、拭くのもそうでしょう。いい中村さん、いい畳ってこう網目が横になってるでしょ。あのこのあ網とかこの線のところにホコリとかゴミいっぱい溜まってるんですよ。それではほうきもこうやってこうこっち向きにね吐くし、拭く時もこうするとゴミがよく取れるでしょ。こんなことして放棄したってこの隙間に入っていくでしょ。でこれ常識なんですよ日本で。でちゃんとこうやらなかったら結婚して向こうのお母さんから怒られるの、姑から、何考えてんだってね。これ常識なんです。これも絶対あちゃんと日本で普通に真面目に暮らしてたら3番なんですよちなみに玄関は乾燥した茶柄を巻いて履くって、これ知らないでしょ。知らないね。あの日本茶のお茶出したカス、あれいいんだってね。あのお茶って健康にいいでしょ、殺菌もしてくれるし匂いも取るな。あれは乾燥したら全然意味ないんだって。あの湿らしたままこうし布に挟んでこう拭いたりするとすごくいいんだってね。きれいになるわ、あの消臭するわってね。だから乾燥したらダメね。窓ガラスは最初に乾いた雑巾で拭く、どうなりますか。
じゃあ埃取れるよね。傷つくね、埃。埃でガラスが傷つきますよね。浴室にカビ取り剤を散布するときは窓を閉める。毒は迷うね。カビ取り剤ってすごい怖い。はたきを使った掃除は低いところから始める。はたきって分かりますか？パイペ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 イね。これ下からやったらダメよね。やっぱ上からやってこうほこりを落としていくということで、あの常識なんでしょう。だから3つ目も3点目絶対取れます。いい？普通に考えたら3点でしょ。いい？もう3点。はい、次、ユニットケアの施設でプライベート空間、これ英語で、プライベートスペースね。どんな意味？自分だけのプライベート空間スペースね。集団でクリエーションを行う空間である。みんなでレクリエーションするところって違うよね、プライベートね。地域の人も利用できる喫茶コーナーを設ける空間。地域の人もいろんな人が入ってくるってプライベートじゃないよね。複数の利用者が集うことができる空間、全然違うよね、プライベート。自分一人でもね、利用者の居室を示す空間である。もうこれしかないな。利用者の居室ってプライベートスペースですね。面会者用の空間、面会者用関係ないよね、プライベートだから、一人だから。居室ってこれ普通に読めばもうこれしかないね。4点。おすごいって、すごい。今回の試験簡単と思っていくんでしょ。いい？もう4点だよ。いい？はい、次、頸椎症。頸椎痛めたよね。そうするといろいろ神経あれするから手がしびれ、指先に力入らない。いい？指先に力入らないんだよ。でしびれが強い、左手がしびれ強かったのに最近は右手の症状が進行して、食後の歯磨きもうまくできなくなった。左手しびれてるわ、右手もだんだん悪くなる。で歯磨きしようと思ってもうまくできない。指先に手が入らないから、あ、指先に力が入らない、要しっかり持てないっていうふうになるでしょ。はい、その時に C さんが口腔の清潔を保つための介護福祉職の助言として最もいいものを選びなさい。手に力、指先に力は入りません。左手も右手もだから歯磨きがうまくいかない。いい？はい。で、じゃあそういう時にどれがいいんですか？歯間ブラシの使用を勧める。歯間ブラシってわかる？あの、そう、あのちっちゃいのうまく握れないっていうのね。そんな細かい動きできないでしょ。歯ブラシをやめて洗口液のうがいをするように進める。これ皆さん、あ、いいかなと思うでしょ。歯ブラシできないからね。あのお口くちゅくちゅもんだみんでね、それでもいいのかなと思うでしょ。丸かなと思うでしょ。で次いくよ。ええってわかる？ああ難しいね。えってこう持つところ、日本語でえっていうのね。えを太くした、だ歯ブラシ持つところは太い、太くした歯ブラシの使用を進める。これだ、太かったら持てるよね、指先に力入らない人だ。これもうさげね。はい、口をすすぐときは上を向くように進める。皆さんは割と上向いてやったりするよね、問題ないのね。
小林さん、その上を見たら、誤嚥しやすいよね、危ないよね。はい、5番、歯ブラシを歯肉に当てるように進める。まあ、歯肉に当ててブラッシングするんだけど、皆さんも普通はね、歯ぐきってブラッシングした方がいいでしょ。できないよね、もうつかめないって言ってるのに。全然関係ないでしょ。ということで2番と3番か、どっちも良さそうだなっていう時に、なぜ皆さんじゃあ3番選ぶ、なぜ2番選ばない。まあね一つは線香液っていうのは、雑菌細菌殺して、口臭なんかの予防防止にはいいんだけど、汚れちゃんと落ちないんだよね。それともう一つはもっと大事なのがあるんだよ。これですよね。この辺がね、自立支援、要はうまくできなくなったってことは自分で磨こうとしてるわけじゃない。でその場合試験のポイントは、利用者さんができるところはできるだけちょっと下手でもやってもらうっていう基本がある。でそれをできないところを介護職が補うってね、サポートする。なのでできるだけやれるようにするには、やっぱりこの太い A の歯ブラシを使ったらどうですかって、これのがいい、ね、これも歯ブラシやめさせるってことでしょ。せっかくなんとかやろうとしてるのにね。だから3番の方がいいよなってね。これで4点目、4でしょ、ほらもう4点だよ。はい、次は保温効果を高めるための着衣。服着た時に着衣、服着る時に保温、暖かくなるように、どういうアドバイス助言したらいいですかって。これも普通常識なんだけどね、寒い時服がない時どうする。あまり服がなくて寒い時どうする？借りる。それじゃ試験にならないでしょ。服借りたらどうするのよ。新聞紙巻くのは、ね、新聞紙、いや服の下にまず新聞紙巻いて、その上に服着るの。で保温なの。もう服なければ新聞紙だけでもいい。うん、そういう知恵があったら、それ普通に常識なんだよ、これカモンセンスね。いきます。袖幅の大きい衣類を着るようにする。袖幅ってこう袖の幅、あったかい、寒くなるね、風いっぱい入るもんね。肌に接する衣類は、だから下着みたいに肌に接する衣類は防水性の高いものを、防水ビニールダメだね。はい、一回り小さいサイズの衣類を着るようにする。ピタッとする服着た方がいい。ダメなんだね、やっぱ空気が入んなきゃいけない。空気が保温してくれるからね。ピタッとしたら保温にならない、保温材っていうか空気がないのね。一番上に通気性の高い衣類を着るようにする。一番上に風がスースースー通るの着たら意味ないよね。途中にあれば、そこに空気がたまるから保温になるのね。ということで、これ一番ね。衣類の間に薄手の衣類を重ねて着るように進める。薄い衣類を、例えばオーバーとかジャケットの内側に何枚か薄いのを重ねて着る。そうするとそこにこう空気が入って保温になる。これなんだね。だからこれはまあ難しいかな。
難しいね。だ今4点のままね。これね、まあ、考えたら常識なんでしょ、これ。常識ですよ。はい。ベッドの端に座っている左肩麻痺の人。ベッドの端で、要は短材ね。短材で 左肩麻痺の人。いますよ。立ち上がりまでの基本的な介護、その短大左肩麻痺の人が立ち上がるときどうしてるかな。利用者の右側に立つ、逆だよね。観測に立つんだから左側に立たなきゃいけないよね。これ常識。立ち上がる前に深く座り直すように促す。じゃあね、逆にこう浅く座ってから立ち上がるよね。これもよく読めばもう常識で、浅くでしょって。利用者の右膝を支える、左肩麻痺です。利用者の腱側、右膝を支える、左膝を支えるね、あの膝折れしないように関節を支えなきゃいけない。これも常識なんでしょ。利用者を真上に持ち上げる、こうやって座ってるのに、立とうとするのに真上に持ち上げる。ダメね、やっぱ前かがみにならないと立てないでしょ。これも常識でおかしいよね。で残りこれね、立ち上がった時に、利用者さんが立ち上がった時に、これ腱側ね、利用者の右膝の裏が伸びていることを確認する。しっかりこうね、腱側でこう立ってるかどうか確認する。だからテクニック、あの技術から言っても当然5番だし、これ確認する、あコツだってね、あ丸コツだって、もう最初からあ5番しかないよなってね、そう思ってもいい。でよく見るとそうだよねって、これしかないよねということで、これ非常に簡単なはずなんですよ。この左と右っていうのをこうごちゃごちゃにならなければ。5点目でしょ。車椅子です。外、屋外の車椅子解除、これは得意でしょ、みんな。段差を上がるとき、車椅子ね、段差上がるとき、キャスターを斜めに向ける。おかしい、そんなないよね。ないでしょ。段差を下がるときね、段差下がるときは後ろ向きで後輪から下ろす。悪くないね。悪くないですよ。そうなんだよ。これしかないんだよ、もう。車椅子は。まあ一応丸なんだけど、いくよ。急な上り坂は、では、両腕の力で素早く進む。ありえないよね。両腕の力ってね。で、素早く行く必要もないでしょ。急な下り坂。前向きで進む。ありえないな、ありえないな。もう怖くて落っこちるよね。砂利道ね、ガタガタの砂利道では後輪を持ち上げて進む。キャスターを上げてね。ということで、もうこれも本当に簡単でしょ。あ2番よね。はい、6点目ね。問題なく6点今取れるんだよ。なのでね、一問だけは分からないね。はい、駅のホーム、ここ線路側、ここに電車が通ってます。でこれホームね、あるよね。一番ギリギリのところにこうやってラインがあって、あとこれは点字ブロックね、目の不自由な人の黄色になるでしょ。はい、そこで視
覚障害者と介護福祉職は電車を待つとき、どこに立つとき、どこに立って待ちますか。電車来ます。普通こっちから来るのか。どこに立つ。ここ。頭当たってるね。どこに。違うんですよ。なんで常識を。これってすごい線路近いでしょ。で、視覚障害者の方が目の見えない人が歩くときはもうここをこうやってね通る。ここに立ったら邪魔になるわ。いや、一番安全なのいいでしょ。この辺立ったら電車がピューッと急行なんかで止まらないときは風でふうってなっちゃう。これ常識なんですが、一番内側に立っといてください。目が不自由なんだよ。わかる。どんなに怖いか。目の見えない人が電車ブワーッと通るところに。でここ絶対ダメだよね。これ視覚障害者が歩くときにここを使ってくるときに、こんなところでこうねえ、コンビニの前に自転車置いてるバカがいるけど、点字ブロックの上は何も置いちゃいかんし、立ち止まってもいかんっていうね。いい。じゃあこれはちょっと問題が分かりにくかったんで、まだ6点のままにするよ。はい、食中毒。食中毒を予防するのに皆さん何を知ってますか。生食の魚類、塩水で洗うと予防になりますかっていうのと、カレーとかシチューは冷蔵庫じゃなくて常温で保存するといいですか。次、生肉を切った包丁、生の肉を切った包丁とまな板はすぐに洗って熱湯をかけておく、これいいですか。4番、豚肉は中心部、肉の中心部ねが50度になるように1分間加熱するといいですか、食中毒に。5番、解凍した冷凍食品の残り、また再度冷凍して保管していいですか。はい、食中毒の予防にどれが一番いいですか。はい、もうだよね。家で料理してたらわかるよね。塩水で洗っていいなんてね、聞いたことないでしょ、勉強でも。食中毒に予防するためよ。カレーやシチューは作ったら、残ったらすぐ冷蔵庫に入れます。なんちゅう食中毒になりますか。ウェルシュ菌、これ大事なんだよ。ウェルシュ菌、ウェルシュ菌。だから食中毒を起こすんだよ。作ったカレーをね、そのまま置いてて、これ幼稚園で食中毒になったよ。あとこれちょっと大事なんだよ。はい、この生食用の魚、これでこう食中毒になるのはね、これね、腸炎ビブリオってこう、これコツでも何でもない、ちょっとせっかくだから覚えておくね。ビブリオ、腸炎、腸炎、ああ汚い、腸炎ビブリオって食中毒ね。食中毒よく出ると思うんだよね。腸炎、あれ、腸炎ビブリオ、ビブリオで、カレーシチューがウェルシュ菌でしょ。あとは、あ、もうあと関係ないんだけど。
関係ない。この2つ覚えてね。いい？あとね、肉って中心部何度以上になるように加熱したら食中毒予防できる？これ覚えてる？75度以上だって。75度以上。中心部ね。1分以上加熱したら大体食中毒 OK なんですよ。その辺は別の問題で出てくる可能性があるんで、ちょっとこれだけね、覚えておいて。はい、ですか？はい、コツではないんですけど。腸炎ビブリオ、ビブリオ、ウェルシュ菌、あと75度以上ね。あ、だからこれで7点これだね、7点取れるよね、7点目。はい、嚥下障害の人の飲食物、この中で一番いいのってどれっぽい？嚥下障害の人だよね、これも簡単に出るでしょ、プリン。いいですか？だ、嚥下障害のある人にこう適しているものって、もうプリンとかゼリーとかね、ピンともう来て、ああこれ簡単だったらすぐ8点でしょ。8点取りました。これサラ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 って言うから誤飲しやすいね。レモンジュースなんかもそうね。団子は喉つま飲み込めない人が団子で窒息させるの。はい、施設における介護福祉職と他職種との連携、これちょっと読むの大変なんだけどね、漢字がいっぱい多いから。食事時、食事時に咳き込む利用者の嚥下機能の評価、誰がするの？作業療法士が嚥下機能関係ないよね。嚥下機能って関係あるのは誰？言語聴覚士 ST いいですか、ね、ST さん言語聴覚士で耳と嚥下やるじゃない、パタカラ対象ね。はい、寝たきりの利用者の仙骨部に発石、これ何ですか？褥瘡なりかけね、看護師に相談する、バッチリね。もうここで、はい、もうこれしかないよね。まと読まなくていいよね。いいですか？褥瘡の問題ってよく試験出るから、一番できやすいところ、おむつとかしてるともう仙骨部なのね。で、ステージ1、褥瘡になりかけの時はもう発石ね。ということで、褥瘡になりかけてますよって医療職に相談するの、これもちろん一番いいし、その時にじゃあお風呂もうやめますかっていう、そういう昔の問題もありました。やめちゃダメ、清潔にしなきゃいけないんで、柔らかく洗うね、ゴシゴシ洗わない。まあその辺、ただこれと同じようなテーマの問題ってよく出ます。だからしっかり点を取れます、これね、9点ね。はい、これも何度も勉強してきました。糖尿病の人、はい、糖尿病の人で入院介助の時に皆さん介護職は特に気をつける、皮膚の部位どこ？これわざわざ糖尿病って書いてるってことで、糖尿病って何だろうねって、皮膚なんか問題あるのかなって言ったら、糖尿病の合併症、網膜症、腎臓腎症、あと神経症、ね、神経症っていうのは神経が伝わらなくなるんですよ、痛いとかいうね。だこの辺こう神経痛みとか感じないんだよ、当然この辺も感じないんだろうけど、そういう神経症だったらね。で、
怪我をしました、例えばよ、例えばすりむいたとかね、怪我をした、ここと後ろは理由さん自分の見えないんだけどあの問題出てくるのはいつもここなんだ、足先、うん、ここ傷つきやすいでしょ、ね、いつどこでチラッとこうこの吸い切るとか、またそこ痛みと感じないから何も知らない間に治療も何もしないから腐っていったりするのね。だからこの足の指先とか特に観察しとかないといけない、これ常識なんですね。糖尿病の糖尿病性神経症、常識で10点でしょ、勉強してればね。 OK よ、よく出るよこの問題、よく出ますよ。あの言い方ね、文章は違ってくるけど似たような問題がいっぱい出てきます、今の糖尿病。はい、おむつで排泄、おむつをしている人の陰部性式、陰部洗浄ね、陰部性式ね、はい、これも皆さん常識ですぐ分かるはずなの。排便がなければ臀部の性式は省略できる、これコツだよね。省略ってしなくていいってことね。そんなことないよね、おむつしてる人不潔になるよな。はい、女性ではこれ永陰から肛門に向かって拭く、これね、もう何度も何度も出てくるの、ただ言葉が違ってくるだけ。陰部から肛門に向かって拭くとかね、上から下に向かって拭く、これ永陰から肛門に向かって拭く、みんな一緒、表現が違うだけ。もう女性の利用者の陰部性式とか陰部洗浄とかもう何度もこの問題出てくる、要は上から下拭く、お尻から拭いたら汚れが大事なところに入っちゃうからな。はい、あと本人の希望がなければ実施しなくてもいいよ、これもコツでしょ、ダメでしょ。男性の性式の回数は女性よりも少なくてもよい、そんな、なんかわけわかんないこと言わないでよって。週2回入浴を実施していれば毎日行わなくてもいい、何々さえしていれば何でない、まあ行わなくてもいいだけどコツだから罰だから、でもねこれコツコツコツ、どう考えてもこれしか選べないね、ですよね。11点はい、いい11点よほんとによく出るよねこの問題。でもこうやってね日本語が変わってくるんですよ、ここ気をつけないかん、どういうことを書いてるのか。はい、排便のメカニズムに基づく排泄の介護、いや排泄介護、排便のメカニズムに基づく排泄介護、1、トイレまでの歩行は胃結腸反射を誘発するため有効である、トイレまで歩いていくことが排便にすごくいいかって聞いたことないよねないよね。食後の合唱、食後横になって寝ることは腸内の蠕動運動の更新に有効である、食後すぐ横になってダメよね、まず胃が働くんだからね。トイレ誘導は便意を催してから30分後が有効である、トイレ行きたいって言ったら30分後に行く、とんでもないよね。腹部マッサージ、腹部マッサージね、下行結腸、横行結腸、上行結腸の順に行うことが有効である、
上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、ほんで直腸、こうなってたよ。上行結腸、横行結腸、あれ下行結腸でしょ。これはマッサージ、下行結腸、横行結腸、上行結腸、こうやってマッサージしていいですか。逆だよね、のの字ね。これ日本語はちょっとあれどっちだっけってなるけど、のの字だから違うよね。便座に座って測定、足の底が床につけた前かがみ、前傾姿勢は腹圧を高めるために有効である。これだよね、これよく読んだらもうこれしかないよねってね。12点。はい、だからトイレの姿勢も時々問題出るよね。しっかり足がついてることと、体がちょっと前かがみの方がうんち出やすいってね。はい、これ12点でしょ。これはね、ちょっと皆さんわからないかもね。直腸性便秘、直腸、直腸のところの関係の便秘って、直腸性便秘聞いたことないよね。これ勉強してない。便秘の種類ね。直腸性便秘のある高齢者の介護として最もいいものを選びなさいって言うんだけど、これもし知らなかったらね、知らないとするよ、なんか便秘なんだなと。排便時は隣に立って見守るありえないね。こう見守るっていい言葉だけど、トイレの時は別だよね。ダメでしょ。市販の下剤を毎日進めるもうありえないね。これコツだよね。毎日とかね、いつずっとっていうの当然コツでダメでしょ。日中の活動を控えるように進める、まあコツだったら罰だし、便秘にいいのは適度な運動だよね。だ、日中の活動を控える、多分ダメだろうね。で、控えるだから試験のことでも罰よねって。4、朝食後トイレに誘導する。これはいいんじゃないかなぐらい思うでしょ。で、食物繊維は控えるように進める。逆だよね、便秘の人、まあ控えるコツでもあるけど。となったらこれ当然トイレの横に立ってみないと困るから、じゃあもうこれしかないって。で、4番丸するんやね。実際はこれ直腸性便秘っていうのはちゃんとうんちが最後直腸まで来てる、普通にね、うんちが来てるけど、そこでうんち行きたいっていうふうに感じない便秘らしいの。直腸にうんちがたまると直腸反射って、あ、うんち行きたいよ、うんちいっぱい、あ、うんちいっぱいになったよって信号が脳に行って、で、脳がじゃあトイレ行ってうんち出しなさいってこう命令出す。それ反射って言ったんや、反射。だから直腸性便秘ってのは、その直腸反射性便秘とも言うのかな。要は便意を感じないんですよ、うんちはちゃんと溜まってるのに。だからそのタイミングで朝普通にうんち普通の人でするね。だ、同じタイミングでトイレ誘導したら一番いいよと。まあ、いずれにせよこうやったら、うん、4枚よねってね、なりますね。いい、13点いくはい、消化管ストーマ、ストーマしてる人、ストーマね。皆さんストーマの利用者さんいる？今いない。でも対応したことある？うん、そうしたらもうすぐ分かるんですね。排泄物がパウチの3分の1から2分の1程度たまったら処理するように助言する。これ新しいナビ、はっきりこれ書いてあったよね、告知ナビね。まあこれが
これ正しいんだけど、ちょっと他の見るよ。ベルトでウエストを締める服を選ぶようにする。ストーマイダメね。ラジオ体操は控えるように助言する。なんでラジオ体操出てくるんだろうね。ラジオ体操って軽い体操でしょ。まあ控えるだからコツだからコツでもダメよねってしておいて、会長ストーマンのある人は会長って一番水曜便ね、水っぽいに出る。会長ストーマンのある人は水分摂取は控えるように助言する。まあ控えるでコツで罰だけど、水分摂取を控えたらダメだよね。脱水するじゃない、関係ないね。レンコンやごぼうを多く取るように助言する。一瞬晴れと思うよねこれね。これ便秘の場合はいいんだよね。関係ないよねってね、便秘って言ってないもんね。逆に言えば良くないらしいんだよねこれね。まあいずれにせよ、これは新しい国士ナビの方にわざわざ書いてくれたぐらいに覚えておきましょう。パーチがいっぱいになってしまったら怖いじゃん。ああっていう間にこうね、いっぱいになりすぎるかもしれない。だから3分の1か2分の1ぐらいになったら処理するように助言すると。はい、特にあやっぱり一番よねってなりますこれね。で14点、ちょっと不安だけどこれよねって言ったら14点でしょ。これ皆さん何年日本に住んでるんですか。なんかこの行事イベントと食事の組み合わせ、土用の丑の日って聞いたことある。何食べる。うなぎね。もうすぐピンとくるでしょこれ。普通に日本で暮らしてたら、中村さん知ってた、うなぎのかば焼きってこう土用の丑の日ってよくニュースなんかでやってる。おせち料理っていつ食べる。お正月ね。これ知らないでしょ。七草がゆって知ってる。これ僕ら男はあまり知らない。あ、すごい。そうそう、これ1月7日なの。七草がゆ七夕だよね。あとね、柏餅とちまき、これ端午の節句らしいのね。あ、子供の日、子供の日。そうそうそう、両方子供の日らしいのこれね。これ男の人は知らない。でもこれは常識です。土曜の丑の日うなぎ食べようってね。はい、これ2年前の試験受けた人から、外国人ね、こんなの知らないわよって。知っとけってね。日本に住んでるんだったらもう常識だよ。15点でしょ、取れるでしょ。いい、はい、疾病のため、病気のため食事制限がある利用者さんね。これは難しかった。人工透析をしている利用者には生野菜を勧める。高血圧の利用者には1日の塩分摂取量を 10g 以下にする。3、骨粗鬆症の利用者には豆類を勧める。4、糖尿病の利用者には朝食に1日のエネルギー量の半分を配分する。朝ごはんで1日の半分食べる。肝疾患、肝臓の病気の利用者には低カロリー低タンパクの食事を勧める。分かんないけど選ぶとしたらどれ選びますか。うん、15、メロンの方がいい。いや、15って言ったからね。これなんて、これ難しい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 。
真剣国史ナビとかで真剣勉強したら取れるだろうけどね、難しい。人工透析、これ腎臓悪い人でしょ、人工透析ね。いや関係ないよ、これ悪いんだよ。これね、生野菜ってカリウムが入ってるんで、カリウム、果物とかね、生野菜でカリウムっていうのは腎臓に良くないんだって、取りすぎたら。腎臓の人で塩分とかカリウムとか制限しなきゃいけないんだって。だからこれ勉強しとかないと分かんない。で高血圧の人、1日の塩分摂取量、これは知っといて、これでめっちゃ大事だよ。 6g 以下ね。で普通の健康の人は男と女違います、これ覚えとこう。これも国史ナビで新しいね、基準変わったの。男が1日 7.5g 以下ね、女は 6.5g 以下、塩分ね。前は8と7だったのね、今 7.5g 以下か、女性は 6.5g 以下で、こういう病気の人、高血圧の人は 6g 以下、はい、これ覚えておいて、これ大事、めっちゃ大事ね、塩分摂取量ね。で骨粗しょう症の人にいいのって、なんと何だった、納豆はビタミン K、 あとは干し椎茸はビタミン D それとあとカルシウムね、カルシウムですよ、カルシウム、骨ね、魚とかね、 牛乳ミルクとか、はい、こういうのがいいんですよね、骨粗しょう症で。豆類っていうのはね、カルシウムなんて知ってた？知らないよねちゃんと載ってる教科書見たらテキスト、はい、豆類にはカルシウムがいっぱい入ってます、覚えてください、すごくいいですということで答え3なのね。糖尿病の人は あのカロリーコントロールするよね。朝ごはんで1日の半分のカロリー取っていいですかって、そんなことないよね、ちゃんとバランスよくねやります。で肝臓の悪い人は低カロリー 低タンパク質でいいですかって、ダメ。これもこれ普通にバランスよくいいですか、はいはい。とにかく糖尿病、ちゃんと普通に朝昼晩バランスよく食べる、取るし、肝臓病の人もちゃんと栄養はバランスよく取ってくださいってことらしいね。とにかく豆がカルシウムって、これ知っとかないとピンとこないから、15点のままいいですか、15点のままね。おう、あと5点ですよ。エンゲルケース、ああこれはね、普通に学校行ってる人はもう、コモンセンスですぐ分かるんだけど、エンゲルケースって聞いたことある？これ日本の学校に普通に行ってたら誰でもできる。何ですかって言ったら、あなたは貧乏かどうか調べるんだって。何が貧乏ですか？一月10万円しか収入ありません。食費なんぼ使ってますか？月6万円は使ってますね、子供いるのに。ということで食費は全体の 60% 一家の収入のね。で金持ちの人は、収入が100万円ある人は
食事は6万円だけでいい。食事一緒でしょ、いくら金持ちだってね、食費一緒よ。だから何パーセントですかって 6% ね、食事のレーション、食費、食べるためのお金は全体のインカムのどれだけ使ってるかっていうのがこれエンゲル計算。だからこうやって大きいほど貧乏、貧乏ね、エンゲル係数が少ないってことはすごく余裕があるわけ、インカムにね。はい、まあ、これ常識なんだけど、それ勉強してなかったら仕方ない。だからエンゲル係数って言ったらもうすぐ食料費ってねピンとこなきゃいけないことなんでしょう。いやじゃあこれ仕方ないな、まだ15点のままね、いくよ。あとで32回の試験があるからね。はい、はい、洗濯、これはいいでしょ、これ皆さん得意でしょ、洗濯、お洗濯。はい、洗濯でいいもの、ほころびや破れがある服修理してから洗濯しますか、でも修理しないまま洗濯しますか。するよね、そうしないとバンバンバン広がっちゃうよね。あ、もうこれもある、あ、決まった、ほら16点ね。ちなみに色が映るのを防ぐために素材の違うものは分けて洗濯する。これ勘違いして丸する人いると思うんだけど、素材ってシルクとかウールとかそういうの素材でしょ。色が映るのを防ぐのになんでそれ関係ないよね。色物かそれ分けるでしょ。素材の違うものに色の違うものを分けるってね、色ですよねこれね。応答物、戻したもので汚れたカシミヤのセーター、上手だねカシミヤ。塩素系漂白剤につけていいですか。これすごい大事、勉強したいね、何度もね。ハイター使ったらダメでしょ、塩素系漂白剤使うとしたらワイドハイターの液体の方ね、優しいね。だからこれ漂白剤は何度も勉強したし試験に出やすいから、これ押さえてよ、当然これダメ。ファスナーは開けたままの状態で洗濯する、開けた状態閉めるよね。そうしないとファスナーいろんなのが当たってね、他の服傷つけるじゃんね。マジックテープ、外した状態で洗濯する、それともマジックテープつけたままで洗濯する。当然つけたままね。だこれよく読んだらもうすぐ1番って分かります。え、これで17点だっけ、これで16か、これ10、あと4点やばいな。これも取れる、ほら。昼夜逆転してる利用者さん、昼と夜と逆転して夜寝れない人ね、どれいいですか。食べたい時に食事をするように促すか、1時間以上昼寝をするように促すか、夕方散歩するように促す、寝る直前に熱いお風呂に入るように促す、眠くなるまでテレビを見て過ごすように促す。はい、どれですか。3番だよね、これ簡単。ほら17点、もうこういうとこでこう点くれるんだよな、うん、これ間違ったら大変なことなんだね。はい、パーキンソンの方、これはよく読んだらあれね、難しいかな。はい、パーキンソン病の方の症状は何で測るかって言ったら、こう方円やあるってあったよね。これはもうね、あの試験前にこう絶対そう抑えなさいって何度も言われるから、その頃に多分覚えてると思うんですよ。方円やあるって1、2、3、4、5まであったのかな。ほんで何度も勉強したけど、でも忘れるんだけどね。方円やあるはここで解除が必要になるってあったのね。でここは姿勢反射障害という、要はバランス崩す、
性反射障害があるのが3でもまだ解除いらない姿勢反射障害、このぐらいは抑えるって話何度もしました。3が解除はいらないけど姿勢反射障害が出てきてるよと、4は解除が必要になってきたある程度ね、5はもうかなり重たい。ほんでステージ3だから基本的にここなんですよ。ピーンとここだって分かったらもうすごい分かりやすいのね。ベッドは介護者に合わせた高さにする、これはもう試験のことでね、介護者に合わせるってね、ないでしょ。ベッドに手すりをつける、いい感じよね、これいい感じでしょ。マットレスは体が沈み込むものを選ぶもう常識考えちゃダメね。ベッドサイドの床にクッション性のあるマットを敷く、転ぶよね、そうじゃなくてもパーキンソンって転びやすいのに。枕は頸部前屈になるような高さにする、すごい高い枕にする。ほんだら2だね、もう確実に2が出るよね。18点、ほらもう18点取れたよ。いい、難しいなと思ってもやっぱ選ぶよね、2をね。 ONR が分からなくても2を選びます。はい、ここはねちょっと長いね。D さんは以前散歩が好きだった、毎日1時間ぐらい歩いてた、でも最近は心不全ね、心不全が進行して歩くスピードが遅くなっちゃったね。歩行がゆっくりとなり、もう散歩も出かけなくなった。わかるよね。窓のそばでずっと座ってる。食事はすぐお腹がいっぱいになるからって言って6回に分けて食べている。だ少しずつしか食べられない。1回あたりね。で夜、これ利用者さんの言葉よ。夜、横になると呼吸が苦しい時があり、眠れていない。夜横になると呼吸苦しくなってよく寝れないことが多いという言葉が聞かれるようになった、はい、その時にその利用者さんが安眠、夜ぐっすり寝れるようにするために何がいいですかっていう問題なんでしょう。で、はい、5つあります。寝る前に肩まで使って入浴する、これ肩まで使って入浴すると、これ全身浴と同じ、ね、全身浴はコツでバツでしょ、試験のコツでバツでしょ。寝る30分前に少量の食事を摂取する、30分前ぐらいで少しだといいのかなって思う人がいるかもしれない以前のように毎日1時間の散歩を再開する、できないって言ってるのに無理やり、これもありえないね。アドバイス、就寝時はセミファーライにする、これどういうことかなって、横になったら苦しいから15度か30度ぐらいちょっとこう体上げて寝れるようにするのかなって、悪くないよね、多分ね、思うでしょ。朝目覚めた時にカーテンを開ける、全然関係ないよね、夜ぐっすり寝るようにするとどうしたらいいのかって、朝開けて、はい、こうなると4番選ぶよね。まあ基本的に食事の後は最低1時間以上寝ちゃいかんのね、最低1時間起きなさいってね、食後1時間か2時間ね、もう一番いいのは4時間置くといいのって。なぜ、食べたら一生懸命胃が働くからゆっくり、ね、ぐっすり寝れないんだってね。だから30分前なんてのはこれは本来はナンセンス、ダメ、寝る直前はね。でもう4番しかない、なんでかな、これね、別の問題でこれ
これ何て読みますか。そう、機材。機材って重要な、ベッドの上で体を起こして、で、あれオーバーベッドテーブルっていうね、そこにこうやる、こうすると呼吸しやすい、呼吸が楽になる。それと似てるでしょ。要は横になってると苦しいわけですよ、肺が。少しでも上げれるとだんだん楽になる、呼吸がね。ということで、横になったらね、苦しいって言ったら、ちょっと体少しだけ上げて寝ようかねっていうのはいいことです。はい、これでこれ19だっけ。え、はい、終末期ターミナルケア。終末期の利用者さんを施設で見取るとき、ね、家族の支援、家族への支援、その家族の中にどういう支援しますか。毎日面会に来るように促すもうとにかく毎日とかいうのはもう試験のコツでもダメだよね、いつもっていうね。利用者が、あ、家族が利用者のためにできることを提案する。家族が利用者のためにできることを提案する。これいいっぽいよねって。いいっぽいよねって。積極的な情報提供は控える。こういうコツで×ね。家族に対して情報提供を控える×ね。感情を表出しないように助言する。終末期ケア、ターミナルケアで大事なのは、利用者の支援だけじゃなくて家族の支援もそうです。感情を出すなってありえないよね。バツバツバツでしょこれね。実際考えたらパブリックスペースを用意する。さっきプライベートスペースだったけど、パブリックスペースってのはみんないろんな人が来るところ、それ用意すると全然意味ないよね。で2番って、もうこれも絶対2番よねってなるよ。ほら20点取れた。ほらもう1問あるんだよ。いい？あと1問、21点になるかもよ。全部で26万あるんだから、ほら。はい、これも常識よ、ほら。はい、死後の処置。ためのケアの後ね。入れ歯外しますか？衣服は施設が指定したものを着せる？これもありえないね。着物の場合は右前に合わせる。もうこれ常識、もう左前ってこう絶対勉強で覚えるんですよ、これね。で、着物の場合は帯紐を縦結びにする。バカだね、これも覚えるんです。そうなんですって死んだ人の着物、特に左前でしょ。これは今右が前になってるね。逆にするで、帯普通は横に結ぶんじゃない。死んでる人はこう縦に結ぶ。これ日本の常識なの。ダメなんです。死んだ人の、あ、それダメ、もう全然ダメ。それ外国人の人、日本人、あ、じゃあ日本人の方、もう完璧な常識なんだよね。帯ひもは縦結び、着物は左前、これ死人の場合。で死後の処置は、死後の処置ね、死んだ後エンジェルケアするでしょ。死後3時間経過してからやりますか、だよね。死後硬直する前ね、硬くなる前だからすぐでしょ。死後硬直は 1,2 時間で起きるから。これ日本人だったらもう当たり前に、女の人だったら当たり前にこれ選ぶ。でも皆さんは日本人じゃないから、あ、20点止まり
でも20点取れたじゃない、ちゃんと落ち着いて読んでいけば20点取れるのに。はい、一旦休憩しますね。